田村博は日本のピアニスト、元東京芸術大学教授、東京音楽学校で長い進むに指示、卒業後演奏活動を開始、1954から56年にかけてケルン及びウィーンに留学し、クリストファー・ヒンター・フーバー、ロラント・ラウペンシュトラウフのもとで研鑽を重ねる。帰国後はリサイタルや国内外の著名な言楽始終相談と、 共演するなど、積極的な演奏活動を展開し、その傍らで、多くのピアノ教則本の編纂を手掛ける、他も半演奏 CD も発表した。また、母校である、東京芸術大学に教員として勤務し、大学で一番怖い先生として知られるほど厳格、かつ徹底した指導をして、一方、自主性と個性を尊重する姿勢をとっていたため、学生たちから信頼を受けていた。 田村の弟子の一人であるピアニストのマミヤヨシフは部屋の向こうから怒鳴り声が聞こえるくらい若い頃から厳しい先生だったが先生のおかげで音楽の本質を捉えることができ音楽に関するいろいろな喜びに触れることができたと述べている東京芸術大学名誉教授芸術最小さん当局日中受賞を受賞2011年5月18日 肺炎のため87歳で死去。ありがとうございます。